ラッパワースクリーン、パワースクリーン、あ、まあ、バリアすら飛べない。お、残った。舐めんなよ。うちのマンドラゴラ舐めんなよ。はい、どうもお世話になっております。はい、お世話になっております。もういいかな、そろそろ今日参りますか。本格的ロールプレイングアクションゲーム、アクションだった。ゲーム買っちゃいましたよ、うん、買っちゃいましたね、はい、ロールプレイングゲームでございます、うん、ございます。あれかな、お、ミササキの挑戦でノエルやってる、あれ2人負けて終わったっていう、多分感じの、ね、おそらく前回ね、僕だったらそう編集する、うん、マジできないなって見に来て、できない2人を見て終わった前回ですけど、多分なんてストレスがたまる動画だ、うん、で、ようやく、お、ミササキさんがやってくれると思ってるでしょ、みんな思ってますよ、思ってるよ。違う、今回は攻略動画ではないです。はい、今回はあの攻略を一切見ずに予習しました。自分だけで勉強した。おー、すごい。だから初見ではないけど、はい、あの世間の攻略情報は頭に入ってないってことですね。なるほど、かっこいい。パーティーはこちら、3パーティー目、これすごい。3パーティー目何もなし、なし。2パーティー目は、うん、1パーティー目、これ、はい、来た光、光染め、光っぱ、光染め。ちなみに本当はね、あのイズナだっけ、はい、あれが欲しかったんだけど、収録で引くってなってたから使えなかったわけですよ。そうですか。リリスが入ってる。リリス入れちゃった。一木さん大好き、リリス。ほう、シリウスリーダー。アトロと迷ったんですけどね。はあ。ちなみに左下の消費体力を見ると分かる通り、クリア済みです。おめでとうございます。結局はかな、その世間の人にある程度お伝えするためには、うん、何度もやり直す必要があると。なるほど。毎回体力50なんか使ってられない。ほう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 。3時間でクリアしたんですね。しました。すごいですね、3時間でクリアしたんだ。何も攻略見ずに、みんな見ずに。おお。使った体力は1000ぐらい。またまた本当に3時間で1000。ちょっとでも気に食わないとやり直すから。リトライ。あ、なるほど。はい、粘らないんですね。はい、スーパーティメ、スーパーティメ、こちら。はい、かわいい。強そう。行きないでしょ。ちなみにあのこのルノレイガが報酬ね。あ何の報酬ですか。これの報酬。ああ、なるほど。そんなにいいスピードそっちにつけていいんですか。はい、というわけで、はあ、ちなみに一つだけ先にお見せしたいのが、はあ、このアトロのリーダースキルじゃないですか。はい、この BB 発動に必要な BB ゲージ量をかなり軽減。はい、あのベルヌも持ってるやつですね。はいはい、これをつけると、はい、これを持ったやつがリーダーにいるととんでもないことが起きるんですよ。ほう、これ多分ね、もしかしたらバグなのかもしれないですよ。ほう、もしかしたらね。何ですか。何ですと、まあ、いきますよ、うん、さっきまで2人のやつって1ターン目はとりあえず、まあ、モザギは無心使いますので、先手は殴って貯めて、うん、なんですけど、あの必要な BB ゲージ消費量軽減があると、なぜか最初のリーダースキル向こうに BB 吸収が入るんですよ。え、はって思いましたもん。おう、ひょっとしてアトロが嫌いなのかと思いましたもん、本当に。思いましたけど、ベルヌでもなるってことは、あのリーダースキルがあると最初のマグルスがなんか知らないけどきつくなる。ようこんなん見つけましたね。はぁ、なんでたまんねえんだと思いましたもん。要は光っぱだからアトロでいいじゃんと思ったら、ようこんなん見つけたな。まあ、別にこれでも一応アトロで進めることもできるんですけど、はあ、これ気づいてる人いないじゃないですか。これに関しては気づいてるかどうかは分かんないです。攻略にもしかしたら乗ってるかもしれない。これすごいな、なんだそれって思いましたもん。はあ、ぜひ僕も私も気づいてたよっていう方はコメントで。だから光っぱ、まあ、このパーティーがもしね使ってる人いるかどうか分かんないですけど、うん、いればアトロにするのは最初はおすすめしないですよ。はい、というわけで、では普通にやると、まあ、BB 溜まるじゃないですか。そうですね、溜まって、お、あの別に消されないんですよ。そうですね、これに関しては本当になんだなんでやねん、なんでだこれ。なぜかあのリーダースキルがあると BB が吸収されるんですね。
そしてリーダースキル無効が多分7ターンに1回ごと。あ、そういう、はい、なるほどなるほど。さあサイラスがやってきまして、まあ、ララがいるんでクリティカルは無効でしょう。ただリリースが怖いことには変わりない。はい、クリティカル無効ってなんか BB から3面入ってました。ララの、そうですね。で、とりあえず出てきたやつをとりあえず先に倒すことが大事。おお。で、アークは BB でヒット数を上げて、ララは打っておいて、リリースは単体 SBB なので打っておく、うん、なるほど。あ、そういうことか。重ならないようにするんだ。そうですね。あ、次のトリガーが出てくる前に一体ずつ倒していく。みんな揃っちゃうと本当にきついんで。そういうこと。ここでサイラスがオーバートワールかなですね。違う、もうちょっとギリギリ倒れてなかったですね、うん、あ、やり直しふぅ、さあはい、そうですね、はい、さっきのね3ターン目でギリギリね、サイラスがオーバードライブせずに事故ったところですが、はい、今回は 3ターン目でオーバードライブが発動したと。はい、はい、というわけでグッパで止めます。4ターン目です。でリーダースキルが返ってきました。おかえり。はい、おかえり。はい、おかえり。4ターン目で止める。止めてみせる。よっよっよっ。まあ倒す必要は別にないです。お、はい、エンピレオは来ない。来ないよ。リーダースキルもあるので大丈夫でしょう。で、セレッチが来ると。セレッチ、三沢さんの感覚的にはセレッチはいつ来るんですか。この尻尾ですかね。ほう、あー、なるほど。で、6、ここからはセレナですね、ターゲットは。ほう、6、セレッチ。一応多分あのサイラスは BB が乗ってるのでまだララは使っておいて、はい、6、次で間違ってなければ6です。で、7ターン目にマグルスを半分切らせます。おう、ちょっとリリースは様子見、足りないようだったらリリースもなんで問題ないですね。7、そしてオーバードライブでキャンセル。リーダースキル無効はキャンセル。ああ、そういう、そういうこと。そういうことです。え、オーバードライブでキャンセル。相変わらず頭いいっすね。頭いいな。このなんかキャンセルするのすごい好き。頭使ってる感じですよね。ね、はい、2、2、9、9は2で、9は2、9は2、何ターンごとだからね。9は2だから。そうだね。うん。天然だね、相変わらず。天然だね。真面目だね。確かに9だけどね。4、クリアできますね。あ、いい仕事してる。で、セレナがオーバードライ。オーバードライしましたね。ここあのオーバードライブで耐えてもいいんですけど、はい、マグルスのリーダースキルが被ってないんだったらまあいけるっしょって、はい、5、一応セレあのリリッチはガードで保険事故を防ぎましょうと。5、さあクロスパークもして、でも強そうだな、こんだけいたらクロスパークもしてますか。リリースが全員ですからね、うん。で、メリクリです。ダーイ。おぉ、5。セレナはさようならかな。そしていいよ。さっき越えられなかった壁を越えまして。お、お、
で大バカが食いますね。完璧なタイミングですね。すごい。そうか、かっこ撃破しなきゃいけないのに、長男と次男は打っ放しちゃった。打っ放して、あんな揃ったらそりゃみんなバッとバッととやられるわと。うん、で、そういうことなんですね。今まではね、出てきたやつを倒してましたが、はい、こっからはマグです。6。それは Y。それは Y。もうマグリスが条件には来ないので。エルフェリスが来るのはおそらくエゼルの体力ですね。6。次で忍者のスキルが消されてしまう。6。7。で運命の7。消されてしまいますよ。それだ。消されてしまいますか。しまいます。しまいます。なんでもない。まあさせませんけどね。おお。オーバードライブでキャンセルです。かぶしたまた。すごい。すごい。ぴったりですね。なんそんなぴったりできるの？そこも HP 調整です。すごい。でオーバードライブしてるんで、あとはもうエイテルですね。よくそんな調整できるな。はあ。変態でしょ。ただここであんまりエゼル殴らない方が、殴らない方がいいんですよね。なんならエルフェリスが来る前にマグリスを落としたいですかね。はいはい。だからちょっと怖い。かなり怖い。フェリスは来たんですよね。的にはエゼルのどこら辺で、あ、多分75なのかな。なるほど。しかもジュデッカ入るっていうね、エルフェリスに。あらららら、ら、あ、痛い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 。あ、ダメだ。まあ、これやばいっすね。まあ、今のは殴らない方がいいですね、エルフェリスは、はい、マグリスで適当にターンをしのぐべきですね。やっちゃった、やっちゃった。まあまあまあ、あ、事故ないでね、事故ないでね。スパークしすぎでしょ、ちょっと君たち。あ、やばい、死んだ。あ、二人やるとやばい、二人やるとやばい。あ、お、あ、残念。あ、まあいいでしょう。いいの？いいんだ。とりあえずメンバトルに見よう。おうおう。とりあえず見よう。おうおう。はい、でバトル2、三船。あれ？三船は2ターンで倒さないと死にます。ぶった切られます。おう。なんか火力に自信がある方は多分 SBB でもいけるのかな、これは。うん、まあ、ないので、ないというかもう死に、いや、リリス死んでるので。いける？わかんない。ああ、いけるとか似たんか。おお、でもなんか危ないぞ。まあ、一応ね、やれるところだけやりますか。いけなかったらいけなかったで残念。うん、リリスがいたらですね、余裕ですね。待て、ロトロススパークとかも入ったのか。おお、切られてよかったんだけど、別に。三船は本当にもうパーティーを変えるか、ここでスーパンでしのぐか、もうどっちかかな。次の牽制アトロで、まあ UBB 使わせといてアトロが番犬してくるっていうね、やらしいですよね。やらしいですね。これでもアトロ出てきたってことは当然この後バルガスとか、あと来ますね。あとで2ターン目もバックしますね。ですね。でここのアトロのトリガーがほんと見つけるの苦労して、おお、こいつにだって体力持ってかれましたもん、すごい。だいたいこいつのせいですかね。なるほど。1000のうち800ぐらい、600ぐらい、600ぐらい。ここまででも相当苦労してる感ありましたけど、ここでさらに、だから1ターン目2ターン目バフ消しで、うん、ただ3、4普通常攻撃で3、4、なんか3ターンごとにバフ消し、多分バフ消しなんですよ。はあ、バフはしてるね。でそのバフ消しどうしようかっていう、うん、絶対なんか条件があるさすがにあるだろうっていう、ほう、はいはい、なんかカルナマスターみたいに合計 BB 数なのか、はいはい、あのティリスみたいに BB 制限なのかみたいな。なるほど。おそらく BB 制限、
なるほど。全員ガードでも確か、全員ガードでも将棋のかな。なんかね、一人だけ、なんか多分打っていい BB 人数は一人かな、多分この技は。はい。だからバリアだけ貼っといて殴るのが正解なのかな。でバス消しは来ないと。ほう。で2ターンまた来なくて、3ターン目にまた1人だけが打てる。そんな感じかな。ようそんな。だからあとめっちゃこの試練で一番苦労したのはあとです。何も言われなきゃ分かんないよ。まあでも今までにあったトリガーですからね。まあそうっすけどね。どれかを想像していけば一応ね。自力で見つけるっていう発想はないですね。で1バッグしかない。2、うん、これアークかな。おお。まあもう無理なんですけど、そもそもリースいないから、はい、一応ね、一応頑張りましょうかね。出るところまで2バングリスいないと柔らかくなったんですね。そうですね。で、ベルンが登場。ベルン、あーっとっとっと、あぶー、あぶーねー。で、3ターン目でアトロが来るんですけど、ここでアトロをオーバードライブさせてバフ消しキャンセル。なるほど。かつベルンをめっちゃ削るのが目的。そのためのオーバードライブした。ではどっちも牽制するとかですかね。ほうほう。なるほど。あのランセルバリアですね。ああこれいってないかな、オーバードライブまで。あ消えましたね、バッケシ。はい、ない。というわけで、というわけで今のでオーバー、まあ、リリスがいればオーバードライブまでいっといて、ベルヌも、あ新日登場。あうわっあ、もうバリアすら削れない。お、残った。舐めんなよ。うちのマンドラゴラ舐めんなよ。なるほど、不敵に笑ってる。このマンドラゴラ不敵に笑ってる。聞かねえぜ。我は死なん。逃げろ。離脱。というわけで。というわけでね。はい。もう一回、あそこまで。行かないです。行かないの？というわけで、まあそんな感じのね、本当に辛い試練なんですよ。ほう。というわけで、なんと、まあ、どうしてもね、運が絡んでしまうので、はい、僕の今のところのプレーでは。はい。じゃあ、まあ出来上がった料理がこちらなんですけど。なるほど。すげえ準備がいい。はい。じゃあこちら。はい。はい。みんなで見ようと。さあこれで男性勝ちまして、さあここからがね、リリスが知らなかった幻想ルートですね。お、なるほど。気に入っちゃった。でここで打っていいのは1人なので、バリアだけ張って殴る。打たれる角度のやつだけってやつですね。打っていいのはさあ、さてこれが3ターン目で、1ターン目2回だけ通常で殴って、普通にブッパで OK。はい。でベルムが多分ランセルの HP 依存なので、ほう、あとオーバーライブさせたいし、ベルムもいいとこで呼び出したいしっていう、このね微調整ですね。ほうほう。基本的に試練とかはあれですよね、敵の HP をうまく調整するのが大事ですよね。さっきのキャンセルといい。なるほど。めんどくせえよって人は、もうめんどくせえよって方は、青の将棋みたいに1年もほかっとけばワンパンですよ。1年もって思いますけど、意外に1年も、意外にする。意外にあっという間。ほうちゃんもだって放置に放置で大悟の人ですか。大悟の人そうですよ。やばい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 。レベルが来まして、
やっちゃったっていう、はいはいはい、本当はだからねベルム来る前に来ると同時にアークでもいいのかなと思いますけど、なるほど、難しいんですよね。というかもうやっぱり星7使えない、無理無理星7無理、耐える耐える耐えない。ちなみにあの推奨 HP は全員3万以上ですよ、3万以上ついこの間まで1万超えたらすげえなって感じだったのに無理無理。ミアトルがオーバードライブですけどアークが効いてるので素晴らしいインフレだな。だなんならベルムの UBB は生かせない方がいいんですよね。そんなことできるんですか。やんない、そうだから手前からご用意するんですけど、今回はあのこのプレイでは頑張って削ろうとしたけど削れなかったからしっかりいただいて、ああっていうこれやっちゃったパターン、やっちゃったパターン。おお、そしたらどうするんですか。これもうあれよくわかんないから行く、はい、行くっきゃない、行くっきゃないと、なんならなんならキャンセルできないかなっていう、サイラスサイラスと同じようにキャンセル判定ねえかなっていうブッパ、はい、そしたらそしたらそしたらなかったっていうなんであれ本当にキャンセルできちゃった。違う違う、あとメイリス・ベールが多分オーバードライブかな、 UBB かな、はい、なんかこれこれあの混乱中、あえっとなるほど、今何だったベルのから UBB したからとりあえずあの、はい、アークの BB で異常回復して、クラッツじゃないんだどっちも、ね、どっちも特性食ってないから SBB では回復できないんだよね。ああなるほど、まあいっかね倒しちゃった、なんかいったわね、ラッキー。そしたらあのランセルが UBB 使ってきて、おーいって、おおまた混乱ふうって今度今、うん、あの一息ついてた、なるほどであとはあの本人の解説好きで、あとはあのよしオーバードライブ貯めようっていう、はあなんであの次がここまであれですよ、言っておきますけど、はい、前座、え、まあ、アトロが一番あの厄介ではありましたけど、はあ、分かっちゃった場合アトロが、はいはい、前座化けしたい防げれば、これダンスで倒すと終わりじゃない、全然はい、リンさあリンって言ったよ、さあ本番、あそっか、あ三船倒してからさ、あれなんだ、あれまだバトル2だったんだ、そう三船がアトロに変身したから、そういうこと、確かにこの子いなかったもん、ね、主人公ね、主人公これがね、アイコンだけど、まあ、多分この真っ黄なゲージに見るのがこれが最後です、今のが最後だと思います、マジか、そんなに止まるのがつらいか、ここで見えるかね、一応英雄の炎かな、多分こいつのせいかな、多分これが最後かな、今のでもうダメだっていう、フェニックス的な蘇りますよね、リリスの SBB 注目ですよ、リリスって BB 満タンにするのに今 BB さと思ってない、本当だ、 SBB 満タンのはずなのに BB さと思ってないですか、どういうこと、リリスが、はあ、どういうこと、嘘つきやんっていうね、そうですよ、どういうことですか、 BB 満タンにするっつってんのに BB さと思ってない、 BB 効果を抜こうみたいな、よくある提言、軽減 BB 何でしょう、上昇量軽減だって、つまりリリスの SBB は満タンって書いてあるんだから、そういうことですよね、自分の BB をなんか回復するだったらまだ分かるけど、プログラム的に満タンっていうんじゃなくて、いつ回復するっていうのでプログラム、リリスの SBB 分ぴったしぐらいを多分っていうことですよね、まあ、50とかなんか30とか回復だったわけで、こういうことされると満タンにならないんです、へえ、こんだけですよ、満タン、面白い、満タンってなんだっけ、満タンじゃなかったんだ、一木さん一木さんが悪い、あれ今あれですね、敵のなんか 75% かな、でもセリフの後に大技が来るので、これですよ、また8分の1、でシリウスの超絶回復してんのに、あの UBB でね、はい、シリウスで回復してんのにたまんないんですよ、みんなが、はあ、マジで勘弁、すごいですね、やばくないですか、やばいですね、だからかシリウスもエルベリスもいなかった場合、やっべ、どうすんのこれ、やっべやっべやっべ、これ簡単に倒せるようになるユニットなんて
なんだろう、どんだけ強くなるね。はい、でまあね、頑張って半分ぐらいまで削りましたよ。削りました。そうですね。ただシリウスの UBB が切れましたよ。これからどうするんだ。これがあるからシリウスの UBB を4ターンにしたい。はい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 。けど、ああっていうね。なるほど。だから多分こいつのこの3バトル目に関してはエルフェイスをリーダーにして UBB は別に破裂とか4分の1とかにしてするか、はい、シリウスみたいに BB をめっちゃ回復しながら4分の1にする。なるほど。で半分来たら父ちゃん、父ちゃん来たら、ああ、で、いきなりバフ消し短大超攻撃おやってくるから、もう一人は死ぬと。勘弁してくれよって。これよく考えたらですよ、作ってる側から多分ブッチーさんとかだと思うんですけど、うん、いい加減3パーティー使えよってことじゃないですよ。まあ三船がそうですね。正直でも試練って何が2パーティーにしたくないかって、はい、スフィアないですよ、うんうん。まあ、だからまあでもうこれで最後なのかなっても思いますよね、いろいろ。で、ここに関しては本当に全然分かってないんです。まずここまで来るのも長いし。長いですね。正直3回ぐらいしかやってないですけど、こいつは。とりあえず分かっていることは、はい、なんか何ターンかに一度ババンがバフ消し即死してくるかなっていうのと、なんかバルガスが何ターンかに一度バフ消しはないけど超攻撃してくるかなっていうのと、はい、バルガス最初から蘇生入ってるんですかね。なるほど。まあね、ラバンのね、羽がまだ持ってるのかな、こいつ。クロススパーク仕上がりました、今。しましたね、こいつは。いい音したよ。敵の分際で、ね。とりあえずね、連絡欲しい。うん、で、反射入ってるんで、やっちゃったっていう。危ねっていう。反射が入るんで、アーク最後に行かないと、やばい。多分バルガスのバルガスだったのかな、わかんないけど、こっからね反射が入るので、はい、最後にだから回復だけ打つか、最後にアークなんですけど、何を土地狂ったら最初にアーク打ってるね、アーク打ったんですね。この野郎と。こいつバカですね。昨日の自分にバカ野郎。ほら1111111。まあ、なんとかやばいぞハートクリスタルで、これはね完全にアークを最初に打ったこのミササギっていうバカのせいですね。罰ですね。おお、もうあれ2人死んじゃったよ。あれね、2人死んじゃった。全然残ってる敵、これまさかの迷ってますね、どうしようってどうしようってやべってこれね、指がさまよってる。あれですよ、皆さん、ちゃんとアークは最後に打たないとこうなる。やべ、そう、まあそうですよね。行くしかねえっていう。おおおお、もう行くしかないって。だからもうバフ消しのトリガー分かってないから、はいはいはい、もうかけ焼けくそば、何の計算もない。バトル1のあれがない、面影はない。なんかセリフ来て怖えって思いながら、またクロススパークされて耳ケージも溜まってなくて、溜まってない。これ無理じゃない？まあ、一応ね4分の1あるからね。まあそうですね、あるけど反射でいてってなって、痛いですね。ああやべえなって、あもう攻略動画なんて言ったら笑われるわ。違いますよ、そこで、うん、アリスとエルザの増進化なわけですよ。じゃあモジャゲー ね頑張ってもらいましょう。クリアするまで頑張ってもらいましょう。アリスとエルザでノエル倒すまで帰れません。帰れません。そして私とミサザギさんは帰ります。飲んで行きますか。行きましょう、うん、あ、じゃあライブしてライブでやってくださいよ。あ、僕らの居酒屋で見てるから。見てるから。視聴者2人そうで、まあ、UBB 最初されたんですけど、はい、なんとかねシリウスのね8分の1で頑張って、おこれいけるんじゃねえかって。なるほど、思い始めた頃、うん、勝ったって今思ってる、この人思ってる、思ってる頃、おお、バルガスよみがえりますよね。うん、てかアバンも残るんかいっていう
思っています。俺もそろそろターンも切れるし、あれアバも残るんだっけって今思ってるこの人この人思ってる。昨日の自分、あれ UBU、 あれ全然残ってるじゃないですか、これアバあれってなってる。もう行くしかないなっていうってこの人やってる。なるほど、悩んでる場合じゃない。やっべえ、減らねえって。減らないですね。これやばいですね。もうほんとね、バフ消しやめてってめっちゃ思ってる、この人。今だけは。今だけはターンなんかどっかに出てて。さっきのオーバードライブでキャンセルしてて。何がなんだろう、ちょっとわかんない。全然わかんない。オーバードライブゲージまだ溜まってないです。もう無理無理。違う、違う。あ、勝ってえなってめっちゃ思ってる。倒した、やったぜ。倒した。倒した。倒した。どっち、お父さん。お、なんだ。で、なんか言い出したから、えって怯えてるこの人。これワンチャン、ワンチャンここから負ける。ワンチャンね。負ける可能性がある。そう。あのセリフの後って大体ね、強攻撃だもんね。そうですよね。で、お、どうしよう。お、行った。無事ないけどとりあえずやっとく。なるほど。とりあえず行っとこう。なるほど。とりあえず行くかっていう。なんかこの辺だとルビーたまってるんですよね。全然わかんないけど、あ、たまるんだと思ったら、そう、ダンベルがね、あ、やめてやばいやばいやばい、やめてマルカス、やめてマルカス、つば飛んだ。これもう一回シリウス行ったら、おお、多分あのエクストラスキルが発動したんですよ。なるほど、シリウスで勝ったってことですね。なるほど、なるほど。無理無理、ここでやるとか無理無理。だいぶ長かったっすね。ちなみに最初に倒した時は、うん、残り2人でした。敵のオーバードライブ、なんかバルガスだけ倒して、はい、だったかな。先にバルガス倒した。倒した状態で、はい、味方が1人で、なんか UB リークやって1人になって、うん、蘇生1個やって2人で倒したんです。すごいっすね。いやまるでここでプレイしてるかのような臨場感を味わうことができました、うん、ね。とりあえずあのね、この参考にしたくて来た方々申し訳ません。よし、参考になりません。何、参考になりません。申し訳ありません。いや、うん、まあでもニズナをね引いてね試してみたらもしかしたら変わるかも。まあでも勝ちましたからね、水谷さん。なんとかね、はい、ね。ザナミロノエル、ザナミロ、それ高橋さんのこと、高橋さんのこと、じゃあブッチさんに言ってる、ノエル、ブッチさんに言ってる、ノエルに言ってる、ノエルに言ってる。魔導器だからこれ、レノレイガン、レノレイガン、ターンごとの BB ゲージ上昇効果をターンの始めに、お、いいじゃないですか。あの2個目の2つ目の特殊枠、はい、サイボルドもあれはなんかターンごとの HP 回復を最初に持ってくるってやつ、はいはい、でなんか追撃が対応できなくなって困るねってなってたやつ、うん、え、これダメなの、え、強いじゃないですか。これは BB バージョン、攻撃 BB の威力を大幅にアップして、だからセクメティールのちょっと違う版かなっていう、うん、特殊枠で、まあ、前世 30% アップすごいんですよ。前世、そう、すごいじゃん。でターンごとの BB ゲージも初めに回復するから、要は BB 吸収とかには対策しやすいと。めっちゃ強い。で、攻撃ビビの威力は上がると。うん。ノエルが開発した特殊なスフィア。うん。またあれじゃない？なんかと組み合わせてもっと強くなるんじゃない？このスフィア。魔導器と連動器がね。そう。原動器連動器がくっつくって、ね。あるな。ノエル君、僕が考えた最強のスフィアって思ってちょっと可愛く作ってたんですよね。魔導原動連動器を3つ合わせて作るとかね。ほう。勘弁してよ。書けない書けないテキストに。さあこの試練を。3ターンで、3ターンじゃないな、1,2,3,4,4 ターンでクリアできる時は一体来るんでしょうか。来ない来ない来ない、楽しみでございますが、ほい、はい、まあね、お疲れ様でした。お疲れでした。さすが三沢木大将、うん、僕らの敵もちゃんと取ってくれて、いやでも全然ね、攻略、まあでもね、バトル1に関してはバトル1だけはそれっぽかったでしょ。そうですね、うん、ちゃんとキャンセルしてオーバードライブ、まあ、2、3に関しては、ね、調査不足というかね、寝不足というかね、
まあアリス、エルザがね出たらモジャギがやってくれるっていうか、ね、そうですね、ちょっとぜひ挑戦したいと思いますが、うん、リベンジ闇属性ほんと向いてないけどねサイラスにボッコボコ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 だからね、ブラジー連れてくんじゃないきっとエルザなら、エルザとアリスなら確かにね、エルザいいからね、はい、はい、というわけでなんとかまあ倒したということで、はい、お疲れ様でございました。お疲れ様です。皆さんも今回は多分長時間だったと思いますが、うん、ご視聴、まあいいとこだけ、見たいとこだけ書いてたんで、そうですね、はい、見てください、行きましょう、はい、というわけでまた次回、次回ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひぜひお願いします。ぜひぜひ登録してください。はい。はい、コメントの方もね、はい、どしどし募集してますんで。待ってますよ。はい。モジャギが何でも拾います。触れてきます。積極的に三佐崎さんとね。はい。はい。というわけでね。はい。何ですか。終わりです。またねー。バイバイ。